1000枚ほどチケット残りがございます。5月8日ですね。ただまああともう1000枚しかありませんので、ぜひですね、当日を待たずにですね、今日この場所でご購入していただけますとよろしいかと思います。意識改革サミットのチケットを販売しております。また参政党にですね、関連する書籍の販売も行っております。書籍の販売、そして書籍をですね、ご購入していただいた方には参政党共同代表赤尾由美よりサインをしております。ぜひこの機会にですね、ご購入していただければ幸いでございます。その辺で質問するとマスコで言うけど、ポスター掲示の募集、またご寄付ですね、ご寄付の案内もさせていただいております。また入党の案内もさせていただいております。この後ですね、ちょっと支部活動の内容について説明をさせていただくのですが、参政党の中には支部というものがありまして、全国に今28箇所支部がございます。その支部活動にぜひですね、参加していただきたいかと思います。その支部活動の支部に入るですね、参加申し込みフォームなども今現在ですね、皆様から向かって左側の方でご案内しておりますので、ぜひそちらの方で支部の方の参加もよろしくお願いいたします。参政党の入党もご案内しております。書籍、CD、DVD、うちはグッズ販売もしております。ぜひよろしくお願いいたします。今日はですね、この小田急百貨店前をお借りしまして、12時から13時30分まで参政党共同代表赤尾由美、そして参政党の事務局長神谷総平、街頭演説会を行わせていただいておりました。マイクを使った大きな声で連日お騒がせしております。こちらは参政党、参政党と申します。
今ここに二重くん、これ音出せるかな、こっちの。Thank you.
皆さんこんにちは。本日は参政党の街頭演説会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。このゴールデンウィーク期間中ですね、7日間連続でこの新宿西口小田急百貨店前をですねお借りしまして、このスペースで街頭演説会を行わせていただいております。こちらは参政党と申します。5月8日に意識改革サミットパシフィコ横浜で行います。そのチケットもこの右手の方で、皆様から向かってですね左手の方でチケットの方も販売させていただいております。また参政党に関わりますですね、書籍の販売、 CD、DVD の販売なども行っております。ぜひこの機会にお求めいただきますようよろしくお願いいたします。本日は12時から13時30分まで参政党共同代表赤尾由美、参政党事務局長神谷翔平の街頭演説会を行っておりました。今日はですね、この後参政党の東京支部について活動の内容をですねご紹介させていただきます。私は参政党東京城南支部の支部長させていただいております末吉辰巳と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日のお話についてなんですけれども、参政党の組織について、そして参政党の私たちこの東京支部の活動の紹介についてお話をさせていただきます。参政党の組織についてですね、簡単にお話をさせていただきます。ちょっとですね、細かくなりますので、詳しくは参政党のホームページの方をご覧になっていただければと思います。一番右側ですね、各支部には党員がおりまして、その党員の中から三役というものを選出しております。で、私は支部長させていただいておりまして、支部長、副支部長、また会計というものがおります。そしてですね、支部とはまた別に勉強会というものがあります。参政党の中では例えば歴史の勉強会だとか、軍事や安全保障などを勉強するような勉強会などもあります。あとこちら今党本部がありまして、そしてこのこちらにありますのがチームですね、広報チーム、メディカルチーム、海外翻訳チーム、こういったものが横断として、支部とはですね関係なくあるというような形になります。で、この参政党の党本部事務局の中に、ボードメンバー、今の立候補者などが、いるというような形になります。で、党事務局の方の職員、スタッフというものが数名です。
ですね、もうほとんどボランティアに使うんですけども数名だけおります。で、参政党のガイドアドバイザー、例えば井上雅康大阪市大学、名誉教授ですね。あとは、おなぎさんとかもガイドアドバイザーとなっております。で、今現在ですね、立候補予定者になっております武田邦彦さんとか赤尾由美さんももともとは外部のアドバイザーという立場でいらっしゃいました。で、まあ、こういった中でですね、党活動というのを行っております。で、この党活動はまあメインとしまして、講演会などのタウンミーティングというのとか、あとはまあ今日みたいなこの街頭演説会ですね、これも今日はですね、参政党東京城北支部主催となっております。で、外宣活動、勉強会などをやっておりますという話になります。で、この春から、この4月からですね、この東京支部が5つの支部に分かれました。で、東側が城北支部、北側が城東支部ですね、城東地区で、北側が城北地区で、私は大田区在住なんですけども、城南地区がこちらの方になっております。で、城西ですね、で、多摩となっております。で、皆さんがこう一般的にですね、考えていらっしゃる多摩とかとはちょっと違うんですね。そういう三多摩地区なんていう言い方をしますけども、そういうのではなくてですね、私たちこの党員を5つの支部、5つの地域に分けるときに、例えばこの路線だとかですね、中央線とか、そういう、皆さんやっぱりその支部活動をする中でアクセスですね、アクセスを考えまして、この支部分け、地域分けというものを行っております。だから渋谷区と府中市が、同じ城西地区に分類されているというようなところがあるんですね。ちょっと、そういうところでですね、路線なんかも一応考慮してますというところですね。あとはですね、城東支部、ちょっと細かく説明していきますが、城東支部は、このような区がですね、7区ですね、7区あります。そして城西支部、城西地域というのは、これぐらいですね、区と市が一緒になっているというような感じですね。もう東は渋谷区から西は府中市まで、これが城西地域になります。で、城南、私が支部長をさせていただいているのは城南地域ですが、南側は大田区から北は千代田区まで、これぐらい、ちょっとこう縦長になっているというような形ですね。そして城北支部というのは、北の方はですね、北区からですね、で、西側は東村山市、東久留米市、この辺までも城北地域に含んでおります。で、多摩地域なんですけども、多摩地域は非常に広いです。非常に広いんですけども、ただですね、この地域ですね、支部員、党員、非常に少ないんです。ですから、これぐらい広くても、そんなにですね、他の支部とそんなにこう突出して人数が多いかというと、そうでは決してないです。他の4つの地域に比べて少ないぐらいなんですね。だからまだまだこの辺は党員が少ない地域ではあります。やっぱりこの街頭演説会とかも新宿とかですね、この辺でやっぱりやってることが多いですし、平日も新橋の SL 広場で月水金とやっておりますが、やっぱりなかなかこういう多摩地域までは届きにくいのかなと思っております。ぜひですね、こういう地域の方にお知り合いがいらっしゃいましたら、この参政党のことをですね、皆さんの口から広めていただければ嬉しいです。あと、支部とはというところなんですけども、参政党の公式な活動ができる場所が支部ということになります。で、党内での決定権の単位を持っているのが支部です。また政党団体として選挙管理委員会に登録をしております。今現在ですね、私今城南支部ですけども、4月ですね、4月4日付で選挙管理委員会に登録したばかりです。で、支部の条件としましては、登録党員が30人以上必要で、三役というものを設けなければならなくなっております。支部長、副支部長、そして会計ですね、この3人を中心に運営をしておりますということですね。で、あとこの所属は1つだけですね。例えば城南支部も城北支部も両方とも登録するとか、そういったことができないです。で、皆さんの現住所の
そこのですね、現住所の居住地が、居住地が分かれる行政区分ですね。だから、大田区の人が城西支部に登録するとかそういうことはできないんです。逆に渋谷区の人が城南に登録するとかっていうのはできないんですね。自分が住んでるところの支部にしか登録ができないということになってます。これは特にですね、東京ルールとかっていうわけではなくて、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、そういう単位でですね、埼玉県、神奈川県、皆さん同じようなルールで支部に所属をしていただいているというようなところです。で、まあ、勉強会についてちょっと軽く説明をさせていただくんですけども、イベントを開催しております。で、外部講師を招くことも可能ですよと。で、党の名前を使って一般客を集めること時には事務局の許可が必要ですよというふうになっております。で、今現在ですね、まだ皆さんに公表できていないところなんですけども、6月11日土曜日に荻窪の方で、武田邦彦さん、あと坂東忠信さんを招いてですね、6月11日土曜日荻窪の方で、勉強会を、講演会を開催させていただく予定でおります。また6月20日にも中野の方で、お昼と夜に分けてですね、勉強会、タウンミーティングを行う予定でおります。どちらもですね、街頭演説会も行う予定でおります。またですね、ご案内の準備ができましたら、党員の皆さんにはまたメールで、またメルマガ会員や、サポーター登録をしていただいている方にもちゃんとメールでですね、ご案内をさせていただく予定でおります。で、党員はどれでも参加ができますよということですね。で、運営を事務局、支部、勉強会が行っていますと。で、党員でなくても参加は歓迎ですということですね。私たちがこの主催している勉強会というのは、党員の方はもちろん参加できるんですけども、党員が例えばお連れした方だとかですね、家族の方、配偶者の方、そういうまあご家族の方も参加ができますし、また今日ですね、例えば今日初めて参政党を知ったというような、そういう一般の方々でも参加ができますという意味になります。で、ちょっとこの辺細かい話なんですけども、情報連絡ツールというものはどういったものを使っているかという話になります。これはですね、参政党事務局管理となっているのが、この中にもサポーターの方とかいらっしゃると思うんですけども、メールですね、普通のメール、あとはチャットワークというですね、アプリを使っております。あとは参政党事務局管理となっている、例えば YouTube チャンネル、あと Twitter 公式アカウントなどがあります。あとこの東京支部でですね、独自として使っているのがスラックというアプリになりまして、先ほど今申し上げました党事務局が管理をしているチャットワーク、そして東京支部が管理をしているこのスラック、今現在ですが、右手の方でそちらのですね、登録フォームの方もありますので、もしですね、今日党員の方いらっしゃいましたら、チャットワークにまだ参加ができていない、スラックに参加ができていない、自分は東京都に住んでいるのにという方はですね、ぜひ登録していただければよろしいかと思います。ぜひ登録をですね、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あと支部活動の紹介をさせていただきます。今の支部活動というのはもうメインはですね、参議院選挙に向けた活動というのがもうメイン、一番やってる活動ですね。で、その他レクリエーションというところはですね、例えば今度6月に梅干し作りをやる予定もありますし、そういうちょっとこう味噌作りも4月にやりました。そういうですね、ちょっとレクリエーションというのもこの参議院選挙とは全然関係がない、そういった活動もしてますよという話になります。で、あとは今この参議院選挙に向けての活動についてですね、説明させていただくんですが、全国で街頭演説会、講演会をやっております。今日も所沢で松田学共同代表が街頭演説会を行っておりまして、井上雅義さんですね、井上雅義さん、外部アドバイザーですが、その方と一緒にコラボ講演会をやっております。で、埼玉の方ですね、埼玉の方の公認になりました坂上仁さんが立候補予定者として弁士となってですね、街頭にも今日立っていらっしゃいます。で、こういったですね、イベントをやると、今日もこの街頭演説会でスタッフが30人ぐらい、
また講演会などをやった時もですね、受付スタッフとか誘導スタッフとかですね、あとはまあそういう講師の周りをお世話するスタッフとか、総勢30人ぐらいが必要となってきます。で現在ですね、東京の各支部には40人前後しかこの支部員というものはおりません。で東京5支部合わせてもまだ500人未満しかいないところなんですね。でとにかく人手が欲しいという状況でございます。で参議院選挙に向けてチラシ配り、今日もこの街頭演説会中チラシ配りやっておりました。そしてポスター貼りですね、皆さんにも今日あのポスターの掲示の募集をさせていただいております。で党員で自主的に活動しています。で多くの場所や多くの時期でやりたいと考えております。で公示後選挙ポスターの掲示、皆さんもですね、一度は必ず見にしたことがあるかと思うんですけども、駅の近くや投票所の近くで立候補者の写真がポスターで貼られてますよね。賛成と誰々みたいな形でですね、そういうこのポスターの掲示というものを、まあ、今後公示後やっていくというような形ですね。6月22日が公示日として推測されておりますが、東京全域で約1万4000箇所以上あります。1万4000箇所以上です。で、そこにですね、まあ、あのポスターまだ東京の立候補者というのは決まってないんですけども、立候補予定者が決まってですね、まあ、皆さんに公表をして6月22日からはポスター貼りを行います。で全国の選挙区、この立候補者がいないと参政党のポスターって貼れないんですね。この掲示板ですね、掲示板にポスターが貼れる、参政党のポスターが貼れるのは立候補予定者がいないと貼れませんので、今現在ですね、まあ、あの昨年12月22日の記者会見で発表されている比例代表5人が全国比例で立候補していても、その選挙区から立候補者が出てないとポスター貼りができないんですよ。だから今ですね、この参政党では28支部引き上がってるんですけども、28支部全支部から立候補者を1人ずつ渡そうと思って頑張っているところです。何回繰り返すようですが、現在東京の各支部は40人前後しかありません。そして東京都支部全体でも200人未満です。とにかく人手が欲しいという状況でございます。で、国交の紹介としまして、全国選挙キャラバンというものをやっています。直近ですと5月7日千葉市川市ですね、千葉県市川市の方で選挙キャラバンをやります。午前中船橋市と無一つ午後1時で、街頭演説会を行うこととなっております。そして午後にはまた講演会も行うこととなっております。またあと200人ぐらいはチケットが残っておりますので、ぜひですね、一度はこの全国キャラバンに参加してみてください。ぜひ一度参加していただきたいと思います。で東京ではですね、3月26日に新橋のミッションホールの方でさせていただきました。その時の映像がこちらの写真ですね、映像ではなくて写真ですけども、有楽町のホールですね、街頭演説会と講演会をさせていただいております。でこれはあの3月の20日新宿南口で行った時の街頭演説会ですけども、今日もですね、この街頭演説会、あの渋谷がですね、準備しているもの、この上りとか、まあ、各自ですね、あの上りは買うわけではないんですけども、トータルの配布ですが、上りを各自が持っていて、ポールスタンドなど皆さん各自持ってて、まあ、担当してるというような感じなんですね。で各自が持ってて、あの出社前とかに駅頭活動をやってるんですよ。参政党です、参政党ですって言ってチラシを配ってるっていうのが、今例えばあの平日やっていることになりますね。で、まあこのゴールデンウィークが終わったらちょっとですね、夕方もやろうと思ってます。都内各地でこういう駅頭活動をやっております。これが新橋ですね。でこちらが、大井町かな。であとポスター貼り、こういうふうにして、どうも案内させていただいておりますけれども、ご自宅とかですね、そういったところの、この外壁なんかで、まあ、どういったところに貼るかというと、このたくさんですね、いろんな政党のポスターが貼られているようなところにピンポンしていって、
あのポスターを貼らせてくださいという許可を取って貼らせていただいているというような形です。で商売をされているお店とかにですね、あのお願いをしてもなかなかですね貼っていただけないんですけども、まあ、でも賛成党のことを応援してるよとかっていうあのお店なんかにも貼らせていただいております。ぜひですね、もうこのヨシリンのポスターとかですね、あの1枚でも多く貼りたいと思ってます。でつい最近ですね、賛成ポスターというものができました。あの賛成党の中で武田久美子さんのポスターが欲しいという声がたくさん上がりまして、武田久美子さんと吉野俊明さん、そしてあの亀谷さんの奥様がモデルになっているんですけれども、3人の3連ポスターがあります。ぜひですね、ポスターの掲示の方もご協力いただければ嬉しいです。で、あと1週間になりました、ミスティック改革サミット走っている横浜ね、ここに今5000人を集めたいと思って今やっております。残りあと1000枚程度ですね、チケットがまだ余っております。ぜひですね、もうこの1000枚ですね、もう5月8日を待たずに売り切れるかもしれませんので、ぜひ今日ですね、チケット売ってますので、チケットの方もぜひご購入してお帰りいただければ嬉しいです。誰かお友達を誘ったり、会社の同僚を誘ったりとかっていうですね、1枚でも1人でも多くの人にこのパシッと横浜に足を運んでいただきたいと、ぜひですね、そういうふうに思っております。で、次それなんですけども、6月22日が公示日ではないかと考えております。で、そこまであと50日しかありません。50日です。そして選挙運動の千秋楽までがあと67日しかありません。ですから公開表示まではあと68日しかないんですね。で、この参議院選挙が終わると、あと3年間は国政選挙はないんです。2025年に衆議院選挙と参議院選挙がありますが、それまで国政選挙ではないんです。で、私たちが実は今参政党が目指す目標というところは、まあ、どうにか1人1議席取ろうというところが考えてですね、この参議院選挙、昨年12月22日に記者会見を始めました。で、1名選出のためには100万票が必要なんですね。4月30日にここに1000名だか1500人だか集まったというふうに言われてるんですけども、1000人です。1000人集まったとして、その1000倍ですね、100万票というのは。だからこの1000人集まった塊というのを1000個作らないと100万票にはならないんです。それぐらいの数なんですね。で、党員1人当たり約70票が必要。今現在党員というのは、党員サポーター合わせても1万6000人しかおりません。まだ1万6000人しかいないんです。だから100万票を取るためには党員1人当たりが70票稼がなきゃいけないというところがあります。で、今現在やっている活動としましては、まあ、こういった大統領会を使ってですね、公明の認知拡大、党員サポーター出産の拡大、政策の理解と浸透というものをやっております。で、この参議院選挙においてですね、議席を取れるかどうかで党の行く末が大きく変わってきます。議席を取れれば知名度が一気に上がります。国会での質問も可能になります。 YouTube でですね、動画が削除されてしまうような内容のことも堂々と国会で質問することができます。国政を目指すのであれば、まずは参議院選挙で国政政党シンガルのバスマー、これが政治なんですね。で、国政政党になればメディアの取り扱いも大きく変わってきます。あの1000人、1500人集まったという4月30日も全くメディアでは取り上げられてないんですよね。で、昨日公明党がここで、まあ、あまりどこの党とかって言っちゃいけないですけれども、いろんな党が全国各地でこの参議院選挙に向けて準備しておりますけれども、まあ、そういうやっぱり国政政党になっているとテレビなんかでも扱われるわけです。ところが参政党がどれだけ人を集めていて、どれだけネットや YouTube などで話題になっていても、テレビでは扱われないわけです。新聞にも載ることはないわけです。ただですね、もう SL 広場には日テレとか来てるんですよ。来てるけども、テレビで取り上げることはないんですね。はい。で、メディアの取り扱いも大きく変わってきます。で、国政政党になれば党首討論で
して付けができます。最後になりましたが、次の国政選挙は令和7年まであと3年がありません。で、6月22日参議院選挙の公示まであと50日しかありません。ぜひですね、今日この場にいらっしゃった方には参政党の党員になっていただいて、もし党員になっていただいている方には今度支部員になっていただいてですね、私たちと一緒に参政党を盛り上げていっていただきたいと、そのように考えております。今日ですね、拙い話でしたが、ご清聴いただきましてありがとうございました。